ムードメーカー誰なんですか、この今回。え、なんで前じゃないでしょ、おかしいでしょ。前そんなこと言われたことない。はい、あ、ほらほらほら。なんで強化選手は。こうだよね。なんなら、あの、長谷川さんが一番。試合前に自分の飼ってる犬の写真見せてくれたりして、これでリラックスしろよ。頑張れるだろ。どういうリアクションするんですか。かわいい。犬に罪やね。かわいい。ただかわいい。あの、登録された4選手のうちのやっぱメインはステファニー選手になると思います。うん、オールラウンド的な動き、まあ、ディフェンスもあのオフェンスもやっぱ活躍してもらわないと困るっていうプレイヤーなので、まあ、彼女は今あの外の外角のシュートがだいぶ安定してきたので、うん、それとあとインサイドのディフェンスも含めアウトサイドのディフェンスもものすごくできるので、まあ、そういう部分に期待したいなっていうふうに思いますし、あと篠崎選手に関しては今アウトサイドのシュートもものすごく良くなってきてるし、あとドライブがものすごくキレがあるんで、まあ、そういう部分見てほしいなっていうふうには思いますし、あとなんて言ってもインサイドのディフェンスがものすごくいいんですよ、彼女小さいなりにも当たり負けしないというか、まあ、そういう部分も含めて期待できる選手かなというふうに思いますね。あとは山本選手はもうアウトサイドのシュートも含めもうゲームメイク、うん、がもう抜群で、もうオフェンス そのチョイスだったり、あとディフェンス その駆け引き、うん、の部分のコミュニケーションもものすごく期待してますし、はい、あとは最後に西岡選手ですね、もうビッグマン、はい、体張ったりね、まあ、今本当に外角のシュート OQT は全然入らなかったんですけど、今積極的に打っているので、まあ、そういう部分、まあ、彼女の2ポイントが流れを変える可能性っていうのも十分ありますし、まあ、バランス的にはものすごくもう4選手いい形で、揃ってるかなというふうには思いますね。さっきステファニー選手と山本選手にチームのムードメーカー誰ですかって聞いたら長谷川コーチだとしちゃった。え、マジで。え、試合の前に愛犬の写真を見せられてたんですけど、はい、OQT の前とかに。ああ、そういうありましたね。その犬を見せた狙いは何だったんですか。いや、緊張をほぐすためです。もうみんなもうやっぱ試合前にね、いろいろこう思うことがあったりしてね、今まで経験してないことが結構OQT はあったので、ちょっとでもね、なんかこう笑わせたりね、うん、まあ、そういう部分させたいなっていう気持ちはあったんで、じゃあ本番でも。いや、本番どうかな。まず一つ一つのプレーを頑張る姿を見てほしいし、あと3人制のはもう切り替えが早いので、その攻守の切り替えを見てほしいなとは思いますね、はい、必ずメダル取るんで期待してください。そうですね、やっぱみんなみたいにスピードはないし、何が自分の強みかって言ったらやっぱ身長とこの体格使ったパワーだと思うので、そこだけは負けないように、やっぱ海外選手も大きくて強い選手がいっぱいいるので、そこの選手たちを止めれるように、そこの選手にも当たり負けしせずに止めれるように、それが私の求められている仕事だと思ってます。やっぱ4人しかいないので、まあ、一人一人がしっかりこう自分責任を持ってやってきるチームなので、まあ、特に私が
引っ張っていかなきゃいけないってところはあんま感じないんですけど、まあ、やっぱりその中でもこうプレー面とかでもうきつくなってきた今流れが悪い時とかそういう時にはしっかり自分から体を張って率先してプレーあのアグレッシブにプレーしていきたいなとは思ってます。やっぱスピードが武器なのでスピードとあと2ポイントのちょっと離れたロング2ポイントを見てほしいです。あの普段 3x3 とかを見ない方からもいろいろメッセージとかいただいて本当になんかたくさんの方に見ていただいたんだなというふうに思いました。お姉さんはね結構このインサイドアカツキで結構弾けた姿大丈夫です。あの基本があんな感じなんでちょっとまた別の存在として認識していただければ私の、まあ、プレースタイルとしてもともとドライブでアタックしていったりとかリバウンドだったりとかそういったところをなんだろう認めていただいて今こうやってメンバーに選んでいただいていると思っているのでなのでオリンピックでもその、まあ、まずはリバウンドしっかり絡んでいけるようにっていうのとアタックしていって相手のファウルをどんどんかさませるっていうのは私の仕事かなというふうに思います。日本語大丈夫そう。黙れよ。かさませるっておかしいかな。おかしい。重ねさせていく。わからん。日本らしいバスケットをして、あのスピード感のある相手を翻弄できるようなプレーをして、必ず金メダルを取りたいですし、皆さんに自分たちが楽しんでる姿を見てもらって、一緒に楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思います。あとスイッチ。ジャパン。はい、差し入れもらってる。わあ、うまそう。じゃあこっから行きますか。まず第1回戦。第1回戦。一発だよね。一発だよ。せーの、最初グッチョキパイ。はい、これでしょ。あちょっとはい。Thank you.